緒に写真を撮りに行く？ナタ、戻ったわ。さすがゼーレ、いつも時間通りね。どう？使えそうな物資は見つかったかしら？見せてちょうだい。広範、包帯、鎮痛剤、医療用アルコール。素晴らしい、必要な物資が全てあるわ。ただ鎮痛剤の量が少ないわね。貯蔵室で何かあったの？クラーラに？そう、あの子がしようとしていることなら大体予想がつくわ。彼女、怪我をした流浪者を手当てしたいのね。クラーラはいつも優しいのよ。君たちは正しいことをしたわ。でもそうなると薬の投与量をちゃんと分配する必要があるわね。大丈夫、私も手伝うわ。平気よ、診療所は私に任せて。君たち3人はまだやることがあるでしょ。オレグと、それから他の2人も待ってるわ。あなたたちの関係ってそんなに良くないの？生死を共にするような仲だと思っていたけど。ブローニャは可愛いわね。彼女は冗談を言っているのよ。そうでしょ？オレグさんはスバローグのことについて話し合いたいのよね。行かないと。ごめんナタ、怪我人のことは任せる。安心してちょうだい、うまくいくのを祈っているわ。何？眠たくなったの？あなたは疲れてないの？一晩休んでないのに。私の最高記録は6鉄よ。あんたももっと頑張りなさい。それぐらい、何も言わずにいなくなった回数の記録保持者がここにいるんだから。誇れることじゃないだろう。全員揃ったな。じゃあ本題に入ろう。
以前お前たちが言っていた性格、それから上層部での出来事、この二人が全て最初から説明してくれた。前に係屋に会った時はただの勢いある小娘に過ぎなかったが、まさか守護者になった後ああなるとはな。遭遇したお前たちには同情する。安心しろ、遅延は裏切るようなことはしない。お前たちの計画は酔っ払った甲府のザレ事と大差ないが、少なくとも筋は通っている。下の奴らはもうとっくに他の選択肢を失った状態だ。ここまで来たらお前らにかけるさ。安心しておじさん、うちらを信じるのが正解だって証明してみせるから。酔っ払った甲府のザレ事なんかじゃないこともだ。よし、じゃあ現実的な話をしよう。お前たちは性格の行方を知りたい。俺たち遅延は下層部の封鎖を解放したい。つまり俺たちの目標はスバローグだ。あのボスをどうにかしないと先のことは夢のまた夢だ。あいつはロボットよ。話が通じるとでも？スクラップにしてやるのが一番手っ取り早いわよ。ああ、どう転ぶかわからん。どちらにも対応できるようにすべきだろう。もちろん平和的に問題を解決するのが一番だが、状況が変われば武力行使に移る覚悟も必要だ。遅延はスバローグとの接触を何度も試みてきた。しかし毎回追い返されちまってな。奴は俺たちとの対話を全く望んじゃいない。それに俺たちの実力で奴らと衝突するのはリスクが高すぎる。スバローグのロボットは犠牲を恐れないが、俺は下層部の人の命を危険にさらしたくないからな。だが今は違う。お前たちが来たことでスバローグも外部からの変数が現れたことを認め、状況が変わってきている。どういう経緯でそうなるかは分からんが、もしかしたらお前らになら説得するチャンスが訪れるかもしれん。ああ、それが一番いいだろう。ちゃんと考えての結論か。まあスバローグの縄張りに行けば分かる。この地下で物事が順調に進むことなどないとな。どうだシルバーメインのお嬢さん、俺たちの中でスバローグと対立する理由がないのはお前だけだ。お前の考えを聞かせてくれないか。下層部もベロブログの一部だから、もしスバローグがここの住民を脅かす存在なら、あなたたちの味方をするのも当然。いい答えだ。さすが守護者の責務を引き継ぐ娘、いい覚悟をしている。よし、共同戦線を張れたのならこれ以上時間を浪費する必要もない。行け、スバローグを探しに行くためのガイドを手配してある。遅延はずっとスバローグと対立してきた。共に行っても誤解を生むだけだろう。少し離れたところで待機し、万が一の際にはすぐ駆けつけるようにする。ゼール、もう一度外から来た友人たちと同行してくれるか。任せてちょうだいボス。